ヤーラグビーの下井です。今日は胸に、まあ、軽くグッと押してもらっていいですか。はい、この感じでここを変えないでずっとこの感覚でこの軸を押す。まあ、この手でやってるようなんですけど、これでこのままこう押してもいかないんですよね。今下にでこのこう崩そうともいかないんですけど、ここをピタッと意識したまま、これがずっとここでドンってきますね。ここでこんまり出ないですね。ですね。このぐらいパワーできるんですか。で、あるとこをピッと意識して、その感じをこう、ドンときますよね。ここを意識して、こういう感じですね。で、ここをこう意識して。で、まあ、何をしてるかっていうと、まあ、こっち側は緩くなんですよね。ここを押しても。押し返せます。こっちの尺骨が、尺骨が鎖骨側に入ってるんです。ここですか。そうそうそう。でここを押されても全然、ここを押しながら影に行っても多分こういう感じ、はい、ここにガツンと入ってます。こんなに違うんですか。うん、それで変わる。だから触れた時に最初にそこにキュッと入っている感じがあるんで、うん、ないと、まあ最初ここが緩んじゃうと、はい、うん、全然足りない。ここにカツッというこの意識がずっとあれば、こう結構してますけど、これはね、当たり負けしてこんぐらいだとね、はい、意外とだピッとこう、ここでだ固まってくれてるんですよ、ね、だからこうか。でもそんなに押されてるイメージは湧かないんですけど。ああ、だからそっか、結構押しますね。じゃあ、はい、あ、ギュッと押してもらって、これに、これが変わってきちゃうの、感覚的に、押しすぎて。だから意外と、でも程よく、ここにクッと入ってるんだけど、そんな押された感覚がないのかもしれないですね。多少って感じで、力感は感じないんですね。うん。でもこの尺骨軸気にしないで、全体にこういくと多分。ああ、これ押し返します。で、うん、もう入んない。うん、だからこっち側だけこう取ってる感覚なんですよ。あ、でも今ちょっとふわっとした感じ。うん、全体にかけちゃうと多分いつものむしかかりの感じになるんで、で本当ピンポイントに全面にこうかけるんじゃなくて、うん、ここにかけてるんですよ、うん、本当にこの部分。そうそうそう。で、これがた、例えば握られた時に、これまあ、前肘の操作とかやってますけど、はい、これがちょっと、もっと緩いなシャツの設定、これだと、こう軸がずれるんで、はい、で、この時に、まあ、持ってこれでもいいし、で、この時も、尺骨軸の方をピッと、うん、これで固まってるんで。このぐらい踏ん張って、まあ、踏ん張っててもここがここのこれで軸がないんで、うん、まあ、耐えようと思えばここにだからピッと入ってきたんです。両手つけるこれが猫背だと多分こんな感じ。ここでこういう意味ですよね。で、これがこう気づかないあれですけどね、ピッと入ってたのが曲げるとき多分抜けちゃうとこういう感じですね、うん、
ここにピターッと合わせる感じの感じ。え、この尺骨のこと。うん。え、こんなに違うもの。そうですね、だからぴったり感。これちょっとグーで、これって多分前面にこういくと、はい、こういう感じですね、はい、だからここを触れてこの感じでいけばこういう感じ、前面でいったら、ね、全然なんかビクトム、ビクトムっていうかいかないですね、はい、耐えられますね、ここなんかだからたしっかり押さえてないとなんかもう、ふぬけになってますよね。その感覚をずっとこう伝えたり。